おめでとうございます。なんとあちらの時計ではただいま2月9日を指しております。今は一体何月なんでしょうね。それではおたまんスタート。お疲れ様です。お疲れ様です。先週のオタク満足度ランキングを発表します。第3位日向小春。第2位月野モア。第1位水野笛。3位ありがとうございます。2022年もすごくとてもいいスタートが切れました。皆さんのおかげです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、おたまにありがとうございます。年末皆さんもとてもお忙しかったと思うんですけれども、そんな中会いに来てくれて、とても楽しく年末過ごすことが皆さんのおかげでできましたに、とっても嬉しいです。2022年もよろしくお願いします。ありがとう。ここで12月の月間ランキングも決定しましたので発表します。第2位立川ビジョンに移されるのは月野モア。ありがとうございます。第1位渋谷ビジョンに移されるのは水野笛。だからだ。先週は何がありましたか。第27日の月曜日の2部公演に組閣発表がありまして、私山宮玲奈が仮面女子スチームガールズへと昇格が決まりました。ありがとうございます。加入式はまだ決まってないんですけども、決まったら皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。12月28日にスチームガールズ水野笛ちゃんの卒業式がありました。おめでとう。泣いてたね。めっちゃ泣いてた。これを見て泣いちゃったところはある。笛ちゃん元気。笛ちゃん笛ちゃん新しいツイッターフォローしてくれてありがとう。自発来た、自発来たから。自発来たですね。これから。自分からフォローした。ということでね、次のステップに進んだふえちゃんの応援もみんなでしたいと思います。みんなでふえの舞台に行くぞ。あー。12月29日にセイラサリアのアーマーガールズ卒業発表と、イースターガルズでの移籍を発表させていただきました。急の発表だったんですけれども、事情でいろんな急なことになってしまったんですけれども、ぜひ皆さんブログなどを見て、これからも仮面女子の方もよろしくお願いします。バイバイ踏んじゃねえや。まだいいんだよ。バイバイじゃねえよ。バイバイじゃねえよ。おいこの野郎てめえ。12月31日は仮面女子とスリジエ合同でカウントダウンライブをしました。ライブをするのが初で、たくさんのファンの方と一緒にカウントダウンできて本当に楽しく2021年を終えて2022年始まりをできたので、とっても嬉しかったです。来てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。カウントダウンの部ではやらなかったんですけども、その前の1部と2部公演 で、はい、出番一発目で7代目トッピングガールズをね、こっちがいいです。いいでしょう。披露させていただきました。葵ちゃんが入ったトピガが残りわずかとなりますので、今回できてよかったです。はい、これからもトピができますように願ってます。お願いします。行けますように。行けますように。私は音木環奈の卒業式の盛り上げグッズが販売中です。6日の木曜日までは幕類と等身大がウェブにて販売されまして、9日日曜日まではそれ以外のものが販売となりますので、1枚でも多くご購入してくれたら嬉しいです。盛大なラストのステージを飾りたいのでよろしくお願いします。それでは2022年も始まりまして、皆さん最後に三が日に何をしたか言いながらお別れしましょう。せーの、寝落ちたい。お疲れ様でした。
ウエストオタク満足度発表します。第3位、青いののは、ありがとうございます。第2位、中村ハノン、ありがとうございます。第1位、瀬口心、はい、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。先週はですね、なんと12月31日カウントダウンライブがですね、今年初めて出てたということで、もうウキウキワクワクの日でした。もうたくさんの方が会いに来てくださって嬉しかったです。そして2021年たくさんこの3位以内に入ることができて本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。2022年もよろしくお願いします。3位ありがとうございました。2位ありがとうございます。2021年ラストということで、こんな時に2位になれてとっても嬉しいです。ありがとうございます。2021年は20歳の生誕祭があったり、みんなで三重県に行ったりと、とっても充実した1年になりました。そして2022年も1年間ハノちゃんのことを愛してください。よろしくお願いします。2位ありがとうございます。2021年12月のラスト週1位、ありがとうぐりです。2021年のラストが月間でも1位ということで、本当にラストの締めくくり1位になれてとっても嬉しいです。2021年も皆さんの愛をたくさん感じた年になりました。2022年もみんなといっぱいたのたのしていきたいと思います。2022年もよろしくどんぐりです。1位ありがどんぐりでした。では今週も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お母さん、見てる？いやー、なんかさ、新しくさ、はい、新年も明けたのにさ、はい、全然元気動画さ、乗っ取られてるみたいになってんだけど、どうなってんだよ。いやー、ちょっと私に言われてもちょっと困るんですけど。何言ってんだよ、もうさ、俺全然、もう全然やってないよ。みんなからやってくれって言われてるのに、全然やれてないんだよ。そうですね、最近お見かけしないなとは思ってます。そうだろ、はい、どうなってんだよ、本当にさ。誰の許可得てやってんだよ、あれな。誰の許可得てるんですかね。俺の許可を得られていかんだろ、あれは。あ、そうなんですか。どうだろう、どう考えても。あ、じゃあ、私が許可もらってやっちゃってもいいですか。おお、いいだろう。あ、じゃあ正式に許可を出すからな。はい、元気元気動画頑張れよ。頑張ります。よし、みんな元気元気とるよ。10番集まって、10番わー、やったー。せーの、せーの、かぶってるから。じゃあ行きますよ、はい、せーの。お母さん見てる。はいはい、何ですか。それ私がやるんじゃないの。あ、ほら、だって真ん中だし、ほら。あ、いや違うんですよ、私本家から許可もらったんですよ。そうそう、本家、はい、本家、はい、本家って本家？本家。私がやるはずだったのに。え？いやでも、もう次からお前だって言われて託されたので。あれれれれれれ。話が違う。話が違うな。あれれれれ。おかしいな。私がやるはずだったんだけど。あ、来週の予定こちらどう？あ、じゃあそれもさ、それも私がやりたかった、こうやってカメハメハみたいにやりたかった。でも、はい、これは戻ってきた。やるから任しといて。え、でも、そうだよ、いいだ、真ん中だから今。そっか、そっか、そっか、うん、あ、ちょっとどうしたらいいか分かんない。どうしよう、任せロリ、スーパー任せロリタイム。いい。あ、私オッケーからもらったのに。こういう感じ。あ、じゃあこういう